広大な景色、そして広大な宇宙、そして広大な青空、そして広大なデブ。広大なデブってどういうことやねん。ちょいデブでしょ今。ちょいデブ。はい、お疲れ様でございます。お疲れ様でございます皆様。本日は私仕事着のためカメラマンに徹しさせていただきます。それ仕事着なの？そうなんですよ。ラフな仕事で決してなかった、ちょっとね今日は映れないんですよ。はい、今日はどちらにいらっしゃってますか？はい、なんとこちら西八田川に来ました。去年ぶりだね。1年ぶり。そうだね、冬有名だよねここね。うん、今日は細見橋のところの付近でね、やってみます。まあ、とりあえず平橋さんもたくさんいるし釣れるんじゃないかなということで3人でやってみてください。はい、気温9度だったよ今日。でもさ風がないからさ、ちょっと暖かく感じるよね。確かに暖かい。寒いは寒いけどね。そして今日はね、トシ君からいろいろと小ネタを準備してもらってるということで。久々来たなこれ。多分ね、あんたが一番喜ぶよ。それは楽しみでございます。それでは行ってみますか。はい、じゃあ久々の3人での聴講、僕は映りませんので楽しみにしておりますので頑張ってください。はい、ということでね、今日はね18尺でやってきます。で、両ブル店で底釣りなんですけど、棚が結構浅くて1本ないんですよ、ほら。皆さん先ほどねちょっとお父さんに言われたんですけど、ここの場所15尺以下だとなんか寝掛かりするみたいなんで、ちょっと気をつけた方がいいですよっていうことで、はい、今日は18尺だったら全然大丈夫だそうなので皆さん気をつけてください。はい、これさちょっと水平じゃねえよなこれな。また言われるよケンさん、これ言われるなこれ。言われる視聴者さんから。それよりも怖いのがよ、うん、めちゃくちゃ不安定なんだよここ。崩れてもおかしくねえ。マジでマジでこれ怖えよ。こっちは大丈夫だけどさ、こっちに重心いったら多分ね崩れるぞこれ。気をつけてよ本当に。まだ浅いからいいけどさ、うん、手前がここがね。ケンちゃん何時までやってんの？18です。私は上にバラケつけて下にグルテンか。そう、了解です。頑張ってください。頑張ります。今日は釣ります。この西八田川は私はね去年1回だけ行ったことがあって、うん、ヘラセンカの取材で行ったんですね。でその時1枚釣って移動しちゃったんで、まだね1枚しか釣ってないのでね、今日はね釣りたいと思います、大物を。なあケンケン、よく俺さあ竿緩いって気づいたね。そのままの竿で魚かけてたら多分穂先抜けてた。ああ確かに。なんで分かったのよ。ああ、まあ俺はさ、そういう暴力はしないから。この暴力はひどいけどな。おい、よくないですね。おい、ちょっと皆さん、あいつの顔見て、あいつの顔。よく言ってくれた、本当に。代表、もう感動した今の言葉。うん、よかった本当に。まあ、多分使われねえけどこれ。いじめ、いじめですこれ。言葉の暴力じゃないですけど、本当の暴力になってます。なんか靴下？俺の脱ぎたて靴下。この間さ、備前川でさ、鍋焼きうどんやってたじゃん。はい。あれが鍋焼きうどんじゃないよ。あれは違うよ。おお、じゃあ見せてくれるんですよ、本物を。鍋焼きうどんつうのはこうやってやるんだよ。しっかりガス代用意してな。やばいやばい。こうやって。これはやばいわ。すごい。すごい。ほんでね、だし汁もね、ちゃんと調合して作ってきたから。持ってっちゃったよ。おー、おー、すげえ、だし汁まで。そうですよ。いや、これは楽しみですよ。あとは街ですね。いやー、これ本格的なね鍋ですよ。出来上がりました。出来ましたね。で、噂によればさ、ももちが人参苦手らしいんだよ。本当に？好き嫌いはいけないからね。じゃあ人参ちょっと入れてな。ちょっと入れてな。これ。ありがとうございます。ありがとう。ダメだダメだ。ありがとう。ちょっといただいてみてよ。はい。
いただきます。やば、めっちゃ美味しそうなんだけど。うん、いただきます。これはやばい、すごいね。あっこ、あっこ、おいしい。だしがめっちゃ効いてる。ほんと、ほんとだ、だしめちゃめちゃいいよ。ほんと、トシさんも食ってくださいよ。ああ、ありがとう、ありがとう。美味しそうだから、すげえうまそうだな。こんにちは、こんにちは、黒様です。すいません、邪魔しちゃって。あ、かなり食いな。釣れてますか？今からまだ始まったばっかりです。ちょうど今から。何食べたしてます？あ、18ですね。あ、じゃあ大丈夫なの？目がかりするから。おいしい？うまい。出汁がいいね。そういうもんですよ。ちょうどいいよ。ちゃんと感謝して食いなさいよ、地球の恵みに。はい、ありがとうございます。肉ありがとうございます。カネランから電話くと嬉しいの、ケンちゃん。ケンゴってグループの連絡もそうじゃん。自分からって絶対しないじゃん。ああ、そうかも。そう。で、電話も個人的にしないんだよ。何かしらこう、緊急を要さない場合以外は。ね。で、俺から電話するとすごい喜ぶんだけど、例えばこれがね、じゃあ2、3日に一遍とか、うん、あの1日に1回とか電話ちょこっとでもするとするじゃん、ケンちゃんに、うん、それがね、パタリと3日とか4日なくなっただけで不安になっちゃう。女だよ。なんで不安なんの？え、不安じゃないんだよ、寂しいんだよ。そろそろケンゴにはお給が必要だなっていう時に、こう4日間ぐらいこう俺から自発的に連絡しなくなるとちょっと不安になる。そんでいい働きをするんだよ。女かよ。そう、いい働きをする。まあ、全てはカネヤンの手の内で転がされてるってことだな。転がされてね、怖い話やね。いいようになってきて、また調子乗っちゃうわけよ。そうすると仕事しなくなるわけ。ね、なんだっけ、シュガー&スパイス。シュガー&スパイスですよ。カネヤンがケンちゃんへの、あの、お給が始まって。もういつもの話ですよ、もうこれは。もう横目で聞いてます。名物だよな。名物だね。名物だよな。これを聞きながら釣りするっていうのがいいんですよ。ラジオみたいなもんだよな。そうそうそう。ちょっとあちら側が浅いということで、常連さんがねこちらに移動していいということなんで入らさせていただきました。ここの方が1メートルぐらい張り出してて、三尺ぐらいね前に出るので沖の魚を釣れるんじゃないでしょうか。ちょっと頑張ってやっていきますか。いやもう夢があるからね、結構肩いいから。俺は一人ピクニックだから。ということで、すいません皆さん、はい、私は仕事のため帰ります。すいませんでした。はい、なんでちょっと絶対に釣った報告をね、はい、後で LINE に入れてください。はい、はい、じゃあお疲れした、頑張って。はい、またな。じゃあねー。さあ、カネヤンが帰って、うん、場所を移動して後半戦でございますね。頑張りましょう。まだノーピク、まだノーピク、周りでは釣れてる方がいらっしゃったので魚はおります。あとは技術の問題ですね。カネヤンはケンケンのヘラ台を直して帰りました。今日は本当に裏方って知ってくれたよね。あとが怖えんだよな。ケンちゃん、餌変えた方がいいんじゃないの？え、あ、そうだね、うん、魅力にしたら魅力。魅力チャレンジャーもいいところでしょ、この段階で魅力は。やっぱね、他と違うことしないとね。確かに。おっさんヒット、おっしゃ、マジってる。来たね、今来た来た来た、まあ、来る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 。突き上げだったな。突き上げ、あ、食い上げね。あ、食い上げ。焦っちまった。いやいや、今すげえ焦った。俺も取っとくよ、取っとくわ。ごめんごめん、ちょっと回しなかった今。しかもももさん待っててくれたんだよ、取れるように。あれ悪いの。やるなぁ。やるね。喋ってたらいきなり当たったからびっくり。さすがやな。ヘラっぽかった。あれは、これはヘラっぽかったよな。
いるのかね、外来種。ダントウオとかいるかもね。あの食事加減やばい。餌何だった？餌は、うん、普通のクルテン。芋綿？芋式。芋式？芋式ね。芋式か。芋綿と芋式どっちがいいか。さあ、竿が曲がるのが先か、心が折れるのが先か。楽しみでございますね。あ、心は折れねえな。そうだね、心強くなったよね。本当？パワーアップしてるでしょ、最近。ちょっとね、波がこっち向かいになったから、そういう時って釣れるからね。そういう時ね。だから今すごいチャンスだと思うよ。波はね、こっち向きになってくから。お前同じことでやん。なんで行ったの？こんなやつ。マジで当たってたよな、さっき。当たった。完全にあれはミスった。完全にミスった。よしよし、結構いいぞ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 。オッケーオッケー、取るか。あー、頑張れ頑張れ。もうちょっとだけ、けんちゃん。やったおい、ちょっと見せてください。でっか。ヘラっぽいな、これは。これはヘラだよ、もうさ。やった、よかったな。しっかり泣いてんじゃねえかよ。泣いてるもの釣れなさすぎるもんね。ちょっと見せてください、夕日をバックにそのヘラブラを、はい、いいヘラじゃねえかよ、けんちゃん。顎がちょっとかわいそうな感じだけど、うん、いやけんちゃん、僕はちょっとあれだけどね、これが本気の男の涙でございます。本当涙した、本当泣けた。これは今までで一番いい顔してるよ。ね。測ってみようぜ。うん、ありがとうございます。ちょっと当たってるからちょっとやるわ。当たったよな、当たったなと思ったんだよ俺。え、おめでとう、本当に。ケンケンさん。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、来た！マジか、マジか。すごい。マジ、ももちもヒット？ちょっと待って、頑張れ。あ、食ってんじゃね、え、スレかなと思ったから、スレかなと思ったら、いいぞ、よしやったー、これでダブルヒット、ダブルヒットだよ。泣いた、見せて。ちょっと、これもいいヘラだね、ほら、これもいいヘラだね。よかった、ちゃんと食ってた。するダブルで写真撮ると思った。写真撮ろうぜ。ちょっと食ってた、よかった。やべえ、粘ってよかったな。もうでかい、でかいね。え、めちゃくちゃでかい。くー、俺らしいわ。俺らしい。見てください。38.5 38.5。お前何盛ろうとしてんだよ。8だな。38でございます。ありがとうございます。ももちさんいくつですか。私の方がね、綺麗だからね、肩はほら。いや、本当だ、太鼓あるね、これね。本当はね、でも、あ、でも全然、32かな。32だね。でもいいですね。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと、2人とも持ってみてください。はい、はい、夕日をバックに、もう本当日没ですから。じゃあ、
おい、ヘラメナかわいそうじゃねえかよ。守ったよ、守った。おめでとうございます。ありがとうございます。もう諦めて、ももち片付けようとしてたからな。いや最高です、ありがとうございます。ケンケン連れてった後の一投目で連れてたよ、本当に。いやおめでとうございます。やったー。よし、じゃあちょっと逃がしてください。ありがとうございました。はい、バイバイ。やったー。ね、釣れたよ。釣れたよ。最高今日。ヘラシの方さ、あの何人か入ってたけど全員帰っちゃったからね。いや試合だねこれ。ここですよ。よっしゃ。ここですよ。やば、売れすぎてカメラつけっぱなし。またでもちゃんと撮れました。いい、それではお疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、やりましたね、もう。死んだ。そうそう、泣いたよ、俺。泣いてたね。泣いてたな。泣いたんだけど、ごめんなさい、ちょっと謝んなきゃいけない。ぶっちゃけさ、当たり分かんなかったの、お前。そこはもう、ちょっとカッコつけて黙ってもと思ってた俺が申し訳ないですからな。トシに言われたから、慌ててこうやってやったら釣れてましたっていうところで。まあ、釣れればね。ね。ケンちゃんが釣った後、すぐももちもかけてな。そう、もう当たってるかなと思って、ちょっと雪見たら、上がってきてたら、今日はあの2人ともおめでとうございます。ありがとうございます。トシさんのフォローのおかげです。トシ君のおかげです、ね、何もやってねえよ。俺ちょっとやってみよう、バンバラシ協力プレイで釣りましたんで。トシ君の鍋のおかげでね、体が。そうだよ、本当美味しかった。うまかった、またやるよ。いや本当にありがとうございました。それではまた次の動画で、はい、お会いしましょう。